ここで九州地方の大雨に関する情報をお伝えします。まず現在の雨雲の様子からご覧ください。現在ですけれども、福岡県や大分県、そして熊本県に活発な雨雲が広がっております。こういった雨雲によって現在降っている雨の強さですけれども、強いところでは1時間あたり20ミリから30ミリぐらいの降り方となっております。また現在熊本市でも1時間に18ミリの雨を観測しております。この雨雲ですけれども、この後も活発な状況を維持しながらゆっくりと東の方に進んでいく予想なんですけれども、特に早朝以降、いわゆる線状降水帯に発達する可能性があります。その様子、予想で見てみますと、この黄色やオレンジで表現される雲の帯ですね、こちらが線状降水帯として激しい雨をもたらす恐れがあります。今日の日中、この東方向にゆっくりと動いていく中、あまり動きが速くありません。これに伴って、強い雨が長く続く恐れがあると見ております。これから向こう24時間に予想される雨量ですけれども、特に熊本県の多いところでは200ミリを超えてくる恐れがあります。さらに福岡県や長崎県、また大分県の一部でも、多いところでは100ミリから150ミリぐらいの大雨になることが予想されます。もうすでに積算の雨量を見てみますと、多いところでは80ミリぐらいの24時間雨量を、実際に観測をしておりまして、この上にさらに200ミリ程度の大雨が降ってきますと、土砂災害などが起きる恐れがあります。また川も増水してくることが予想されますので、そういった危険な場所には近づかないようにしてください。雨に関しては今日の朝から日中にかけてがピークとこういう流れになりそうです。九州では引き続き雨雲の動向などに十分ご注意ください。大雨に関する情報をお伝えしました。